タモリの突撃生放送は、東京12チャンネルで1980年10月5日から1981年6月28日まで、毎週日曜日の12時12時55分に生放送されていたバラエティ番組である。司会を務めていたタモリの冠番組である。収録スタジオは、東京12チャンネルの本社ではなく、新宿駅東口にあるスタジオアルタで、 司会のタモリにとっては後に、帯長寿バラエティ番組となる、森田和義アワー笑っていいとも、の放送開始前に、アルタで行った、公開生放送バラエティ番組となった。アルタは当時、平日には、笑ってる場合ですよ。お、日曜日には、この番組を放送する形をとっていた。日曜日お昼の番組であるが、番組の、 主なコーナーや企画に SM 賞やノーパン喫茶などの性風俗を取り上げることもあった。司会のタモリの他に、レギュラーとして中原理恵、ところジョージ、久保田アツほか、主なゲストは松田聖子、ピンクレディなどが出演をしていた。中原とは後年、ミュージックステーションの MC として、ところと久保田はいいとも、で共演している。ほかほか、 ありがとうございます。